はい、どうも関つばチャンネルでございます。いつもご視聴くださいましてありがとうございます。今日はね、仙台駅東口にいます。なんとなくね、わかる方がいると思いますけど、これね、東口の雰囲気ですね。でね、やってるんですけど、今日はね、なんとね、 YouTuber さんとコラボっていうことでね、隣にね、鉄道系バス系 YouTuber いるんですよ。まあ交通系 YouTuber ですね。その方をね、ご紹介したいと思います。ではレールシックさん、ご挨拶お願いいたします。あ、私は初めての方、そしていつもご視聴している方なんていうことで言うのがあれですけど、どうも、はい、レイルシックスでございます。はじめまして。はい、よろしくお願いいたします。はい、多分私のことを初めて見る方いらっしゃると思うので、私鉄道とかバスの動画などなど、はい、企画系の動画も上げておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、レイルシックスさんも鉄道系、はい、バスもやってますよね。そうです。で、僕も鉄道やってます。これはね、もうこういったコラボっていうことでね、皆様にもね、お願いしたいことは、ね、チャンネル登録、レイルシックスさんによる、あ、僕じゃなくてもいいですよレイルシックスさんのチャンネル登録よろしくお願いします。そうしていただけるとね、やっぱりこの造形バスケ、まあ両方そうなんですけどね、やっぱりこういう動画を撮るっていう、こうモチベーションに、やっぱりチャンネル登録者様のね、コメントとかいろいろ高評価するとすごいモチベーションになるんですよね。めちゃめちゃモチベーションになります。やっぱりこうね、はい、伸びないとやっぱりどうしてもこう、っていうね、もうなんか動画を更新する、ね、あの更新しようとか、あの作ろうっていうモチベーションがだだ下がりしますので、そうそう、やりたくなくなってくるんですよ。まあ僕もそうですけど、そうですよね。ということなんで、チャンネル登録をしていただけることによって、レールシックスさんもどん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 動画をね、いい動画、すごいね、価値がある動画、バスの、特にバスの動画はね、すごいこだわってすごく作っていらっしゃるので、ぜひあのリンク貼っておきますので、ご視聴お願いします。お願いいたします。ということでね、はい、まあその辺にしておいて、はい、レールシックスさんはなんでね、バスがね、まあ、鉄道もそうですけど、なんで好きなんですかね。あ、まあざっくりしてますけどね。もう本当に、まあ、さっき関澤さんともこの動画回ってない時にもずっと話してたんですけど、うん、いわゆるちっちゃい時、もう見た時から、もう瞬間からもうすでに好きで、うん、あの物をついてからもう興味読んで、もうなんかきっかけとかないんですけど、もう本当は見た瞬間に好き、はい、まあ、そんな感じですかね。もう本当見た瞬間に好き、見た瞬間ですね。もうバスとかももう一目惚れみたいな感じ で、もう見ていくうちにどんどん鉄道を思い、何歳、2歳3歳、もう2歳とかもう3歳ぐらいとか、親にもう路線バスとか見てましたから、その地元で生まれたそのところがもう路線バスが走ってたもんですけど、はい、それをよく親に連れてって見せてもらったりして、はいはい、路線バスが走ってるので、もう瞬間から好きになったり、あとはもう鉄道もう近くに走ってたんで、うん、はいはい、もう電車をよく見たりして、うんうんうん、もう好きだったんで、気づけばもう好きだったんで、あ、やっぱり乗り物が とても好きだっていう、ね、あ、そういうことですね。乗り物、生まれた時から好きだったっていう赤ちゃんの時からって見てない、もう過言ではないかもしれない、うん、もうそんなぐらい言っても過言でも、もうなんかそういう、でもすごいそういう血が入ってるんでしょうね。もう好きな、こうなんか脳内のなんか、ね、なんかあるんでしょう ね、うん、ただね、あのこれ言っちゃうと、両親は別に興味ないんで、鉄道とか別に好きじゃないんですけど、うんうんうん、多分父の方かな、遠いおじさんとかいう当たる方が多分、うんうん、まあ、そういう鉄道関係の仕事をしたらしくて、あ、そうなんです、なんか蒸気機関車、そういう鉄、そうです、なんかや職員だったらしいんですよ、うんうん、分かんないですけど、そういう血なのか分かんないですけどね、そういう、ね、あの、あれを受け継いでるかどうかっていうのは分かんないですけど、でも、うんうん、両親が全然もう興味ないですけど、でも僕だけは飛び抜けてるし、親が好きだからとかそういうことじゃないです。なんかなぜか知らないですけども、自分だけが気づけばもう興味を持ってたって感じですかね。もう本当に、じゃああれだね、クロノファーもファンなの。クロノファーです、ね、バス電車、まあ、もしかするとこれは分かんない、前世がもしかすると相当好きで、あ、全然全然全然、ああ全然全然分かんないですけどね、そういうのは可能性もあるんではないのかなと思う、うん、前世がもしかするとそういう好きだって、それがずっととか、うん、そう、本当にうちの家系で誰かが鉄道興味持ったってことはないんですよ、うん、もう自分だけがもう大好きで、あ、そういう感じでしたね。そこから今に至るっていうのはすごいことですね。もうずっとですね、もう、あの全然冷めることはなかったですね。動画見てもらえれば分かると思うんですけど、そういうね、好きだなっていうのが、まあ、普通の人がやらないような企画やりま、空港に、成田空港だっけ、あの、のび太がどうかも、面白いかどうかも思ってもらえたか分からない、あの動画です。いいと思うけどね。まあ、まだね、まあ、後からバズりできればいいのかなとは思ってますが、うん、そこにかけてぐらい、うん、まあ、一応そうですね、うん、普通の人がやらないようなのは、うん、まあ、やるようにはしてますね、うん、まあ、本能のままにやってるって感じですね、うんうん、もうなんか、こう、後先考えずじゃないですけど、はいはいはい、そういうことはもう置いといてみたいな感じでやって、それでもう自分がただこれやりたいから、自己満足で。でもそういうもんですね。
色をなんかただ出してるだけなんで、企画もじゃあね本当に面白いと思えてるかと思うとちょっと何とも言えないんですけれども、それでもまあやりたいと思ってるから動画あえて投稿してるですね、うんうん、でもねやることは大事、あやりたいことがあればやればいい、そうですね、なんか後味悪くてもぶっちゃけ言うと やれた時良かったです、すっきりするみたいな、うん、あこれ やれてよかった一応動画出してよかったなぐらいの感じなんですね、うんうん、別に視聴数とかそういうのじゃなくて、うんうん、もし一部でもなんかそうやって認めてくれたならばって感じで、うんうん、まあ、もうそういう動画作りをしてますね、うんうん、あじゃあすごい子供の時からの積み重ねが、それがね今の動画作りにすごく役に立ってるってこと、まあ、そういう風な感じですね、僕なんかもそうですけど、レール時間もそうやって YouTuber になってるって、やっぱりそういう人がねどんどん増えていくのは趣味の共有、そうです、あの、まあ、言ってしまえば、うん、今の動画投稿っていうのは、まあ、趣味の共有みたいなもん、うん、あのこう同じ同趣味の方がになんかこう、まあ、こういうのできるんだぞじゃないですけど、うん、なんかまさに延長線上で好きじゃない方でも、うん、まあ、こういう趣味の共有をしてるんだみたいな、うん、こういうことやってるんだっていうので、まあ、見てもらえればいいのかなと思って、うんうん、あと一部見てくださる方の中でもし、うん、あなんかそのきっかけ、うん、私きっかけで趣味、好きになれそうだと、うんうん、一言でもそういう声が上がったなら私は嬉しいと思ってます、はい、うん、動画を作ってよかったなと思うので、はい、まさに趣味の共有で、まあ、今動画投稿してるっていう感じです、うん、そうですね、まあ、僕とのこの出会いも、まあ、レールさんが見てくれたりね、僕がこうコメントでしたりして、なんだかんだっつってこうやって、ね、仲良くなって会いに来るまで、本当に今日は、ね、ありがとうございますね、あもう、来ていただいて、ね、とても嬉しい、まあ、これも趣味の共有、趣味の本当同趣味のつながりというか、ね、それでやっぱりやって昔からもそうだったんですけど、同趣味でつながった仲間っていうのはやっぱいるんで、うんうんうん、ね、自分のインスタの方から、はい、かれこれ 2,3 年以上の付き合いの子も、自分より年下の子なんですけどね、やってよかったな、うんうん、いい意味でやれてよかったのかなとは思ってます、もともと自分のこういうことを始めたきっかけみたいなのを話すと、うんうん、まあ、自分ってもともと YouTube から始めた人間じゃない、最初はなんか SNS でも最初はインスタグラム、まあ本当趣味の共有なんですよ、うんうん、それもそういう鉄道の写真を投稿、バスの写真を投稿したりとか、うん、そういう始めてるんで、うん、それでなんかじゃあ YouTube でそういうのを動画できたらいいなと思って、うん、それで今に至るわけなんですよね、うんうん、最近まあインスタもちょっと更新が停滞気味なので、もしねあのまた投稿できればいいのかなと思いますけど、あまあぼちぼちでね、あれもねいろいろありますからね、趣味の共有ね、趣味の共有で本当にもうそういうとても大事なことですよね、はい、バス現役バス運転手さんの僕と同じ我々ほらスターとか交流したりしてるじゃん、はいはいはい、やっぱりねその趣味の共有って話が出てきて、ね、まさにああいうつながりもそういうことであるね、みんなそういうつながりによってこのこう輪が広がっていて、光景なかなか交通系 YouTuber ってそんなに数は多くないですからね、まだ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 、割とまだジャンルがなんか絞られちゃう、そうだ鉄道はもうすごい割といっぱいいて結構強かったりするところが、バスになるとなんかいなかったりみたいな、そうなんですよ、ね、まあ、先陣切ってくれたのが貸犬さんだったんで、ですね、あの動画投稿しようと思ったきっかけの人って多分試験さんだったし、ああなるほど、ね、前ゆうすけさんの動画でも言ったことがあるけど、うん、まあ、要するに同年代の方がやってると、うん、試験さんと全く同い年なんで分かんない、まあ、彼のがまあ一個上なんですけど、まあ、同学年みたいな、うん、からもうまさにもうそういうところで同年代の人がやってるからやっちゃおうみたいな、うん、やってみようかなみたいな軽いノリでやって今見たりみたいな、まあ、でもいいあの触発のされようですねやっぱりねまあね、あの、うん、影響を与えてっていう影響力があるからね、そうですね、うん、彼は交通の闇とかいろんなところに飛び込んで、うん、みんな知らないところをこう言ってくれて、うん、じゃあ僕はじゃあその反対をやろうじゃないかみたいな、うん、そういうので出るんですよ、ね、ああね、そんな感じでやってますよね、それね、そうですね、あとはゆうすけさんもそうだしね、あゆうすけさんもそうです ね、やってましたねコラボね前ね、あやりやってましたあの去年 ね、やりましたね、ね、もうあれから1年たったのに早いなとは思う、面白かったですよあれ、いやいやいやありがとう、うん、それも見ていただければと思います、みんなそうやってね、はい、楽しくやってるんだけど、まあ、なかなかね伸び悩かったりもしてるんで、やっぱりこうもうちょっとね輪を広げていきたいなって思いますよね、そうですね思いますね、うん、みんなリンク貼っておきますからね、貸犬さん、ゆうすけさんと、レールしね、ああありがとうございます申し訳ない、いやいや、まあ、僕でもまだそんな力はないので、まあ、どうかっていうのは鼻からからでも割とね見ていただける方も増えてきたので、まあここらでねちょっと輪を広げていこうっていうふうに思って、まあこういうねコラボって、はい、ね、あとなんかないですかね、ルール6さんは目指すところはどういう感じですか、あ、一番に考えているのはレール6の動画を見て楽しいと思っていただける、うん、あの動画 YouTuber としてあのレール6の動画、うん、いつ見ても面白いよなと言っていただけるような、うん、まあ、YouTuber になりたいですね、あなるほどね、まあ、いろんなことにことやって面白いと、うん、もう言っていただけたらもうそれは最高だと思っているので、うん、まあ、YouTuber メイリーがね、なるほど、うん、そういうのを目指して、うん、そういう YouTuber を目指してこれからも頑張っていきたいと思います、どうぞよろしくお願いします、はい、あのレール6
言いま通りね、鉄道で本当にチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ツイッター、インスタグラムもやってるそうなので、はい、まあレルセックスさんの動画に飛んでいただけると、その貼ってあるところも、何卒よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、見ていただけると、まあ楽しいですからね。でみんなでね、この固定 YouTuber を盛り上げていきましょう。僕たちを盛り上げてください。よろしくお願いいたします。まあ、そのそうするとやっぱりね、僕らはね、やっぱりやっていく励みになって、ね、そうです。楽しい動画も作れますからね。楽しい動画もより一層作ろうと、気にもなりますし、いろんなところに切り込んでいけるので、はい、何度も見ます。よろしくお願いいたします。はい、ではね、この辺にしておきます。まあ、関つばチャンネル、メインチャンネル、サブチャンネルも両方やってますので、まあ、Twitter、TikTok、Instagram などもいろいろやってますので、僕の方もね、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。レールシックスさんも何回も言いましたけど、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。つばチャンネルとレールシックス社、ご視聴のほどありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。さようなら。